おいナイル、どうしたんだ。やっぱそういうこと？驚くのも仕方ないだろうな。だから謝りだと言ったんだ。うん。どうだ？どうだ？はい、皆さんこんにちは、こんばんは、藤田美代でございます。というわけで本日も龍が如く4続きからやっていきましょう。今日はナイルさんの続きをやろうかなと思っているのですが、次はね、組手じゃなくって、いつも画面の下に無線で事件が発生しましたっていうのが出るじゃないですか。で、あれが中央通りで発生している事件があって、それを解決するっていうのがナイルさんの今続きでやることみたいです。で、無線ね、さっきまで出てたんだけどちょっと消えちゃいましたね。あー、オッケーオッケー、これかな。あ、そうそうそう、中道通りにて凶器を持った外国人、うーんこの本編のやつが出ちゃう。はい、まあなんか書いてありましたね。はい、凶器を持った外国人が暴れている。はい、そうですね、なのでこれだと思います。というわけで中道通りだよね、裏じゃなくて。中道通りってすぐそこだよね。これか、これっぽいね。違うかな、これっぽいよね。ちょっと話してみよう。あ、隠している武器を渡しておとなしく投降しなさいって言ってる。なんだなんだ、お前らどけ、殺すぞ、怖い。あ、銃なの、しかも。よ、大丈夫、大丈夫じゃなさそうだね。あ、谷村刑事、あいつら日本語がほとんど通じなくて困ってるんですよ。そっか、大変だ。しょうがないな、野獣馬追い払っておいて。お、かっこいい、野獣馬追い払っておいて。だって、おい、あんたらそこら辺にしといたらどうだ。なんだろう、なんか理由があって暴れてるのかな。け、どうせ日本の警察は法律に縛られて銃も撃てないんだろうが。うん、でもそれはいろいろね、守るためにっていうのがありますから。臆病な連中だぜもうこのキャラクターの動きが面白いよ。邪魔するな、道を開けろ。銃に頼らなきゃ何にもできない。あんたらと俺を一緒にされちゃ困るね。お、かっこいいこと言うね。なんだと貴様、ブッだからポーズが面白いのよ。ぶっ殺してやる。これはバトルですね。 OK、 銃を使わなくても強いってこと教えて差し上げましょう。逮捕じゃー。でも手錠をかけるヒートアクション出なかったせっかくだから手錠をかけるヒートアクション出したいのにさ、なかなかこう決まったタイミングで出ないのよね。なんてやつだ。あんたらさ、この平和な日本でそんな物騒なもの必要ないでしょ。うん、なんか、あ、え、っていうかそこのコーンめっちゃ大きくない？真島さん入ってんのかなで、持ってたって構わないけど面倒だからバレないようにしてくれないかな。すごいこと言うな。日本が平和だと笑わせるな。どうしたどうした。そうだ、平和なもんか。神室町にもマフィアの殺し屋が潜んでるんだぞ。まあここの神室町はね、確かにいろんな人がいますけど。マフィアの殺し屋、うん、何 GG の話してんのかな。俺らの地元じゃ有名なプロの暗殺者だ。マフィアなんて読むの、子飼いの殺し屋らしいが、あいつはマジでやべえんだよ。まあマフィア専属のみたいな意味なのかな。あー、やっぱりグッドゲームだっけ。まあ、グッドガイにしとく。でもグッドじゃないよね絶対バッドガイなのか。GG に目をつけられたらあいつに殺される。お前だってかないっこないぜ。本当かな。ちょっと待て、ジジだって、うん、つながったね。ああ、そうだ、マフィアの親玉の名前だ。うん、なるほど。お前ジジを知っているのか。うん、ついさっき、さっきっていうか、まあちょっと録画したのは今日じゃないけどついさっき聞いたところですね。ナイラたちの言っていた犯人の名前がジジだったな。うん、マフィア子飼いでいいのかな。の暗殺者がカムロ町にいるということは、ジジは組織を引き連れてカムロ町に来ているということか。なるほど、そうか、カムロ町になんか用があるのかな。お、谷村刑事、お疲れ様です、お疲れ様です。あとは我々にお任せください、よろしく頼む。あ、じゃああとはよろしく。うん、 GG 関連の情報かナイルのところに行って報告しておくかと。うん、そうだね、 OK すごい状態だけど、早く連れて行ったら逃げられちゃうよ。全然さ、なんかこのいつでも走り出せるみたいな感じだけどオッケー、じゃあこれをナイルさんに知らせに行くと。よし、戻ってきたので、じゃあ話してみましょう。あ、谷村さん、どうしたの。うん、これでいいんだよね、捜査報告をする。オッケー、
俺も情報を手に入れた。ジージーに関する情報だ。そうだね。え、どんな？うん、凶器を持っていた外国人を捕まえたんだが、連中はジージー子飼いの殺し屋が怖いから武器を持っていたと言っていたんだ。うん、ジージー子飼い、うん、子飼い一生わからないの殺し屋、そいつ知ってるかも。お、そうか、ジージーが殺し屋なんじゃなくって、さらにその下に殺し屋がいるってことか。うん、普通殺し屋とか暗殺者って顔を隠すものだけど、圧倒的な強さゆえに常に、ん、常にじゃない、逆に顔出しして広告みたいに使っているって聞いてる。あー、なるほど。もうなんかあまりに強すぎて、もうその名前を聞いただけでヒーみたいな感じなんだね。うん、そうそう、そいつにビビって周りの組織が手を出せない状況を狙っているのか。賢いな。うん、ただどうやらその殺し屋がカムロ町をうろついているらしい。もう本当にカムロ町すごい場所だよすごいよ、カムロ町をびっくりだね。ボディーガードとして連れてきたのかな。ただどちらにしても GG は一人ではないってことだ。うん、じゃああれかな、そのなんかどこにいたって言ったっけ、バーだっけ、待ち合わせかもとか言ってたけど、もしかしたらその人待ってたとかね。組織の人間を連れてきている。どれくらいの数いるのかわからないけど気をつけないと。そうだね、貴重な情報ありがとう。マルコスたちにも伝えておくね。うん、あ、また何か掴んだら連絡すると。うん、そうだね、マルコスじゃなくてもう一人ガルシアだっけは会えないのかね。 OK、 そしたらこれでまた組手できるようになったかな。ちょっと見てみよう。うん、組手の状況はどうだ。敵をさばいた後の追撃やったことないよね。やったことないと思う。最初が普通に基本のさばきで、次がなんだっけ、武器を持っている敵を想定してだから、そうだよね。うん、さばいて無力化した後の攻撃か。分かった。あ、それ便利そうだね。うん、道具は使っちゃダメと。まあでもね、ごめんね、ナイルさん、私は多分今回も今回も蹴りで倒すと思いますよ。よし、まあ一応ちょっとどのくらい強いか見てみましょうか。まあでももしかしたら強さは一緒なのかな。同じ組手をやってるか。あ、ちょ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 、びっくりした。ちょっと待って、ちょっと待って、いや強いんだよな、やっぱ強いな。かわすの、オッケーオッケーオッケー。この後さ、蹴ったりさできないんだよね。なんか難しい蹴り当てるの。ナイス、ヒートアクションできない、できないか、ヒートアクションできないね、なかなか。 OKOKOK、 あ、でもかわして後ろ取ったら攻撃入るか。壁際じゃなくてもいいね。あ、入る入る入る、なんか前より攻撃入るかも。なんでだろう。ナイルさんごめん、また蹴っちゃったもう本当に蹴りが強くてね、なんでこんな蹴り強いんだろう。冴島さんの時もなんか至る所で蹴りを使いましたね、あー、また負けた。組手とはいえ負けると悔しいな。いや違うんですよ、蹴りが強いだけなんです。うん、あ、さばいた後の立ち回りが良くなった。本当、さばき腕取りの極みを、まあでもなんかさばいた後極みが出るってことかな。やってみたいね。お、ナイル、ビッグニュースだ。お、白目の、真っ白なマルコス。ビッグニュース？うん、なんだろう。あ、谷村さんもいたのか。こりゃ都合がいい。お、なんだ、一緒に聞いた方がいい。一体どうしたんだ？うん。例のクラブで発見された GG の目撃情報だ。毎晩出入りしているビルが判明した。大変。なるほどな。その男が犯人の GG であるとするなら、そこがアジトである可能性が高いなど。うん。それはどこ？カムロ町のピンク通りにある雑居ビルだ。はい、なるほど。早速そこに行ってみよう。待て、ビルに踏み込むためには令状が必要だ。あ、なるほど。ある程度の証拠を揃えた上で令状を取る必要がある。そっか。日本は書類が多くてうんざりするね。谷村さんも意外と仕事熱心な人なんだな。まあでもやらないと捜査できないんだもんね。そう、皮肉を言うなよ。俺が追う事件で俺が踏み込む分にはそんな紙切れは何とでもなるんだ。ああ、なるほど。ただあんたたちはいろいろ立場が複雑だろ。そっか、谷村さん自分だったら何とかしちゃうってことね。
ここで違法捜査扱いされて捜査中断なんてことになったら二度とチャンスはなくなるぞ。うん、心配してるんだね。確かに外部の人間がに日本の警察のルールを守らないのはいろいろと問題になりそう。うん、ここは慎重に行った方がいい。まずはその雑居ビルを洗ってその GG が追っている GG かどうか確定させる。なるほど。証拠さえ揃えば書類は俺の方で何とかする。踏み込むのはそれからだ。うん、頼もしい谷村さん。わかった、俺の方でもう少し詳しく調べてみる。うん、ナイル、ガルシアから連絡は。そうそう、ガルシアさんって会えるのかな。まだ何もまずいことになってなければいいけど。大丈夫か、そのガルシアさん向こうの味方とかだったりしないよね。嫌な予感がするな。そっちも少し当たってみる。うん、お、日本で使える携帯電話。はあ、契約の簡単なプリペイド式のものだが十分だろう。持っていてくれ。お、じゃあこれで携帯が使えるようになった。ありがとう、助かったよ。うん、今時プリペイド式携帯電話なんてよく手に入ったな。あ、もうこの頃はプリペイド式携帯電話あんまりなかったってこと。いつ頃なくなったっけ、忘れちゃいましたね。あるところにはあるもんだね。サービス自体はまだ続いているのが唯一の救いだよ。うん、懐かしいね。まあ使ったことはないですけど。ガルシアの分も渡しておく。戻ってきたら渡してやってくれ。うん、わかった。ガルシアさん大丈夫かい。それじゃあちょっくら行ってくる。そしていつものように軽快に振り返りながら走る。相変わらずマルコスはいい仕事するな。うん、兄さんもマルコスは正義感が強いからいい警察官になるってずっと言ってた。マルコスも大丈夫だよね、信じて大丈夫だよね。もう全ての人疑いたくなっちゃう。その兄さんを殺す、ん？その兄さんを殺した犯人をマルコスが追っている。皮肉なものね。うん、大丈夫かいな。ナイールもマルコスもよっぽどお兄さんと仲が良かったんだな。うん、そうだね。あ、兄さんは両親とあまりうまくいってなかったの。だから家族では私が一番の話し相手だった。なるほど。マルコスもそんな兄さんの数少ない親友だった。兄さんは人付き合いが苦手だったから。そっか、なるほどね。マルコスなりの弔いだったりするんだろうな。うん、犯人を探し出して罪を償わせる。今私たちにできるのはそれだけだから。そうだね、そうだな。時間は戻らないからな。うん、そうそう、ぐちぐちしてても始まらない。早く決着をつけて美味しいものでも食べに行こう。お、いいね、前向きで。はは、それはいい目標だな。うん、美味しいもの食べよう。生春巻きが食べたい今。 OK、 組手はまだできるのかな。もしさっきと同じのが出てたらまたなんか事件を解決しなきゃいけないのかもしれない。ああ、いけるね。敵に掴まれちゃった時の対処。うん、さっきと違うね。お、俺たちみたいなタイプは掴まれると不利だからな。わかった。なるほど。あ、待って。これまた回復してないか。ちょっと待って。ごめんなさいね。回復して、もう一回チャレンジしてみましょう。うん、回復という休養を思い出した。OK、ナイールの組って、まあなんか、別に特別強くなってるというよりかは、同じ組手をやってるような感じがするよね。よいしょ。なんかナイルさんのその技とかが変わったりしてるのかな。あんまりちょっとわからないけど、なかなかかわせない。 OK、 この後絶対蹴れないんだよね。蹴り当たらない。壁にさ、でも壁にたたい、ぶつけた時って、うん、なかなかかわせないな。壁にぶつけた時って一応ダメージ入ってる？ダメージが入っているなら、うーん、強いね。意味はあるか。いやー、かわされちゃうな。強くなってるのか、あの体力バーとか長くなってるのかな。まあまあ、でも困った時はこれで。まあやっぱり困った時はこれでいけるのではと思いますけどね。 OK、 倒しました。3回目です。めっちゃ強くて全然勝てなかった。いやー、蹴りだけでもね、なかなか勝てないですね。ナイルさん強いわ。負けた私と谷村さんには勝てないかも。いやいや、あの全然、ナイルさん3回目ですから。もう全然勝ってます。めちゃめちゃ強いよ。
正直、今までのボスの中でも結構、竜が如く4のね、結構上の方の強さだと思いますけどね。いろいろ教えてもらったおかげだ。感謝してるよ。うん、本当に。お、何投げ？ほどき投げ？わからん。それにしても、うん。あ、ガルシアから連絡がないのが気になる。大使館でどれだけ足止め食らってるんだろう。そうだね。何かまずいことになってなければいいけど、うん。ちょっと俺の方で確認取ってみようか。お、できるの？え、そんなことできるの？うん。できると思うよ。多分。多分。お、モスモス。どこに電話を？ああ、カムロ署ね。うん、生活安全課の谷村だけど、ちょっと電話番号を調べてほしいんだけど。うん。大丈夫。巻き込まれた。え、とっくに帰った。あら、巻き込まれちゃった。はい、はい。うん、そうですか。わざわざすみません。うん、なんかじゃ巻き込まれちゃったのかな。なんだって？確かにガルシアは大使館の手続きのために行った。だが書類を渡してとっくに帰ったらしい。なんか巻き込まれたか、あっちの味方かのどっちかだね。え、それじゃ、うん、何か事件に巻き込まれた可能性が高いな。この手はどうした？そんな、何か連絡できる手段はないのか。うん、あ、マルコスにもらった携帯電話まだ渡してないし。そうだよね。もしかしたら悠長に待ってる場合じゃないかもしれない。うん、なんかでも心当たりある。警察無線に何か入ってくるかも。なるほど。じゃあまたなんか事件を解決するのかな。情報が入り次第連絡する。うん、そうだね。わかった。よろしくね。オッケーオッケー。じゃあまた多分連絡が来るのだと思いますので、無線は外に出たら来るかな。ちょっと待ってね。あ、これか。指名手配中の武器密売組織構成員。またあれだね、中道通り裏だね。これかな。行ってみよっか。ちょっとセーブしてから行こうかな。ん？クソ、どこに隠れた。あ、これっぽいね。これでいいのかな。よ、無線で言ってた指名手配犯はどこ？うん。あ、谷村さん、それが見失ってしまったようで。あ、大変。なんか大丈夫？隣の方が、なんか怒ってなかった？あらら。じゃあちょっと探してみるか。うん。どんな人だろう。そんなすぐ見つかる？お、はあはあ、しつこい殺どもだ。お、この人なのかな？ん？隠れてる指名手配犯ってあいつか？よくわかったね。そこのあんた、ちょっといいかな。うん。お、サツか。サツマイモです。おとなしくついてきてくれれば痛い思いしないで済むけど。本当に？俺は捕まるわけにはいかねえんだよ。悪いがくたばってもらうぜ。これもまたバトルですね。くたばってもらうのはどっちかな。逮捕じゃ、逮捕、逮捕じゃ。観念しな。 OK、 今回はバシッと決まりましたね。逮捕。なかなか逮捕のアクションがね出ない時あるのよね。くそ、いいね逮捕。あんま手間かけさせんなよ。おとなしくついてきな。うん、わかった。おとなしくついていく。ついていくから。お、俺を守ってくれ。なんだ、どうした？え、何言ってんの。谷村さんめちゃめちゃ困った顔してるよ。警察で俺を守ってくれ。捕まったのがバレたら殺されちまう。それはジージーにってこと？誰に？ジジってやつだ。あいつに目をつけられたら生きてはいられん。うん、そっか。ジジだって？ナイルたちが探してるやつか。すごいね。こんなに谷村さんが担当する事件が全部ジジにつながるっていうね。すごい運の持ち主。お前そのジジに何を言われたんだ？うん。俺は仕事を頼まれただけだ。詳しいことは何も知らない。うん、なるほど。何の仕事？何の仕事を頼まれたんだ？大量の重機類。重機類とヘリを用意したの。大変。ヘリってヘリコプターか。うん、そうだ。何に使うかとか知らない。本当に知らないんだ。多分あれだよ、すっごいゾンビいっぱいの街に飛び込んでいって、俺が助けるって言ってボーンって爆発するみたいな感じじゃない？分かったから落ち着け。お前の身柄は警察でちゃんと。これは大丈夫今。
あーですよね、そうかなと思った。えかは、あー怪しい男、怪しい男、おいおい、さっきバトル始まる前は確かカムロ町の男って出てたけどね、怪しい男になっちゃったくう、おい誰か救急車、谷村さん今の銃声はあなたが撃ったんじゃないでしょうね、この男が狙撃された、撃ったやつはまだ近くにいるはずだ、お、なんとか、カムロ署、カムロ署聞こえますか、え、まさか落ちいすか、クジフジが重機にヘリナイーレに報告しておかないと、うん、あ、オッケー、もう一回もう一回おじさんいた、オッケー、なんだ今追いかけるのかなって思った、もう一回さ、戻ってきましたと、うん、じゃあ言ってみよう、報告すると、ジジの情報が入ったよ、うん、今度はどんな情報、カムロ町で捕まえた武器のバイヤーがジジから仕事を受け負っていたらしい、うん、でもね、そう、情報を聞く前に殺されてしまったけどね、大量の銃器、それとヘリコプターを発注していたそうだ、うん、ヘリコプター、そんなもの何に使うの、そうだね、逃げるため、用途はわからない、そのバイヤーは口封じのために俺の目の前で撃たれてしまった、そうだね、そんな、逆に考えればこれは敵に武器が渡っているという証拠でもある、うん、おそらくヘリもすでにジジイが持っているだろう、なるほど、ヘリなんてそうそう隠せるものではないと思うから、そうだね、ちょっとこっちでも調べてみるよ、まあでもなんか巨大な倉庫みたいなところあるのかな、あ、よろしく頼む、だってそんなね、どっかの屋上とかに置いておいたらバレちゃうよね、これでまた組手はできるかな、あ、マルコスから連絡はまだって言ってたね、今ね、ごめんなさい、飛ばしちゃった、いつもの癖で、そうか、あ、なんだ、おうおう、てめえらだな、ボスのことを嗅ぎ回ってるってのはなんだ、キャング風の男、あら、あれ、後ろの方さっき撃たれたからじゃないの、お前は戻って報告しろ、ネズミは見つけた、始末するとない、おっと、始末するつもりですか、了解ボス了解のジェスチャーじゃないのよ、大丈夫ですか、左の方とかすごいなんかもうただまっすぐ立ってますけど、誰だお前たちは、今の俺の言葉が聞こえなかったのか、始末するって言ったんだ自分たちを死ぬやつにわざわざ説明なんてしねえよ、ほらやるぞお前ら、どうやらやるしかないよね、あ、もしかして一緒に戦ってくれる、ハーブバカセル頼んだぞ、了解、やったあのね、左の人めちゃめちゃ面白いのよ、ボスを敵に回したのが運の尽きだ、二人で仲良くしんどけ、あのね、こんなに戦ってくれる仲間久々だよ、もう、あ、でもこれとどめは私が刺さないとダメなのかな、ナイルさんめちゃめちゃ戦ってくれるよ、もうだいたいこういう時さ仲間って全然戦ってくれないけど、ナイルさんもうだって一人でここまで減らしたもんね、じゃあとどめは私が刺します、いやすごいわね、だって全然戦ってくれなくてこうスウェイしてるだけの人とかいましたからねま誰とは言いませんけどみんなグデンでなってる、全部片付いたみたいね、うん、こいつらに見覚えは、軽犯罪で面倒を見た顔がちらほら、多分 GG の部下たちだと思う、なるほど、GG が俺たちのことに気づいたということは、うん、マルコスが見つかった、あー、そういうこと、大変、マルコスか、うん、マルコスからだ、オートスピーカーで出してくれ、俺にも聞こえるように、うん、わかった、話す、お、ナイルさんしてんだ、もしもし、ナイル早く逃げろ、なんだマルコス無事なの、俺のことはいい、早くそっから逃げろ、ガルシアもここにいる、あー、ガルシアも捕まってたか、クラブにいた GG は俺たちを誘い出す罠だった、なるほどね、通訳の男もガハ、おー、マルコス、マルコス、マルコス、大変、聞こえるか愚か者ども、なんだこれが GG、 あなたが GG ね、うん、そう名乗ったこともあったな、あ、違うの、今はバッドガイマルコスをどうするつもり、ガルシアもいるんでしょ、お前たち次第だな、うーん、もう手を引けってことかな、あ、
これ以上嗅ぎ回るつもりならお前たち含め全員海の底に沈むことになる。怖い。これ以上余計なことしないのであれば頃合いを見て解放してやる。本当かい？解放？バカなことを。あなたのような人がそんなことするはずない。そうだね、なら好きにするがいい。こいつらの命はお前たちが握っている。うん、それを忘れないことだ。ぶつって今のこれなんだ、ぶつかって思ったら違うね切れる音ね。はい、なんかぶつはあるとかそういう話かと思った切れる音ね。うん、悲しい顔。何なのよ、ジジイは一体何がしたいの。うん、目的はわからない。ただ気になる点がある。うん、最初に電話をかけてきたのがマルコスだということだ。はあ、捕まって自由を奪われているのであればマルコスが電話をしてくるのはおかしい。うん、ジジイがマルコスに電話させたとしか考えられないな。そうだね、マルコスの無事を知らせるため。うん、そうだろうな。殺さずに生かしておいて、かつその安否を知らせるのは取引がしたいからだ。なるほど、そうなるとその後の交換条件が真実味を帯びてくる。うん、これ以上首を突っ込まなければ全員無事に解放するっていう。うん、本当かい？そう、そしてそんなことまでして解放するというのは人質や君を殺したくない理由があるからだ。これ実はお兄さんだったとかそういうオチとかないよね、ジジイが。まあそうでないといいですけど。一体ジジイは何を考えているの？うん、きっとジジイの言う通り、余計なことさえしなければ君たちは無事に国に帰ることができるだろう。うん、ただジジイ確保の決定的な機会を逃すことになる。そうだね、究極の選択ね。うん、俺はこの件に関しては外野だ。最終的な判断は君に任せる。そうだよね、だってジジイのために警察官になったようなものだしね。うん、悩んじゃうね。あ、私は家族を殺した犯人を捕まえたい。そうだね、マルコスもきっとそう。犯人を目の前にして帰るなんてきっと後悔することになる。そうだね、危険だぞ。大丈夫か？うん、やるわ。お、かっこいい。谷村さんも一緒に来てくれるんでしょ？うん、乗りかかった船だ。最後までやってやるさ。だって最終的に逮捕は谷村さんがするんだっけ。なら平気。乗り込んでマルコスたちを助ける。そして、うん、犯人を捕まえる。かっこいい。いいね、ナイルさん。ああ、わかった。場所はきっとマルコスが言っていた雑居ビルね。ああ、ピンク通りのってやつ。準備ができたら声をかけて。私はここで待機してるから。うん、わかった。お、これでもう終わりっぽいね。体力は、まあ、ちょっと減ってるけど、ちょっとセーブだけしてこようかな。ちょっと待ってくださいね。OK、じゃあセーブしてきたので、じゃあ行ってみましょうか。うん、突入の準備できました。また一緒に戦ってくれるのかな？うん、よし、じゃあ行こうと。ナイルさん強いよ。強いし、ほんと戦ってくれてありがたい。めちゃめちゃ強い。さあ、そのビルは、お、ここだな。うん、そうだね。お、ギャングの子分。やっぱり消え方が命知らずな奴らだぜ。お前がいるってことは場所はここで間違いないってことだな。ちょっとあれだね、間抜けだねさあどうかな。そいつは自分の目で確かめるんだな。お、確かめさせてくれる。じゃあ負けるって言ってるようなもんだね、あなたが。この目で確かめさせていただきます。倒しました。 OK、 さあ高校のビルで合ってるのかちゃんと見させていただきますね。くそ、待ちやがれ。またない。悪いが構っている暇はない。入らせてもらう。かっこいい。さてどこだここ。ピンク通りのどっかとか言ってたよね。あら、思ったよりなんかおしゃれなところ。ん、あ、落ち着いた男落ち着いた男は初めて見た気がするけど。来たか。あなたがジジイ？ボスはすでに去った。そうなの？なんだと？ボスが警告したはずだ。これ以上首を突っ込むなと。うん、お前たちは私が処分を、する。己の行いを悔い死ぬがやだ。あ、いきなり大変。街のギャングなのね。落ち着いた男、街のギャングになっちゃったけど全然落ち着いてなさそうだよ。落ち着きを取り戻してね。これで
鼻血すごいね。バカな。こいつプロの殺し屋だ。お、本当？結構あんま強くなかったけどね。どうやらジジは本気らしい。うん。一体ジジはどこに？ん？なんだ？なんかあった？どうした？ここの電話メモに書き置きが。うん。タワーヘリポート、それと時間か。ああ、タワーはミレニアムタワーのことだろう。なるほど。あの一番高いビルだよね。すぐに行こう。うん。また。書いてある時間まではまだ間がある。うん。あ、こちらが先について、もし気づかれでもしたら向こうに場所を変更されて手がかりがなくなる。そっか。ここは辛抱だ。直前まで待って乗り込もう。うん。そうだね。まあ心配だけど、その方がいいのかな。わかったと。さて、こんなおしゃれな場所があったんですね。そろそろいいだろう。行けるか。うん、大丈夫。行こう。 OK。 じゃあまたミレニアムタワーだ。すごいね。さすがミレニアムタワー。何かと怒るミレニアムタワー。お、いる？屋上かな。うん、あのエレベーターで屋上まで行けるはずだ。うん、うん、急ごう。そうだね。来たよ、ギャング風の男。ギャング風ってことはギャングではないってこと？一般の方？また同じ人じゃん。くっ、なんなのこいつら。ギャング風の男らしいです。ここに来ることも読まれていたようだな。そうだね。やるしかないみたいだね。物分かりがいいじゃねえか。跡形もなく潰してやろう。すごいこと言う。やだ、マッシュポテトになっちゃう。逮捕じゃ、逮捕、逮捕じゃん。観念した。ふう、決まったぜ、逮捕。いいな、手錠をかけるの。お、またみんな同じポーズよ。みんなぐでんぐでんよ。大丈夫か。うん、大丈夫。時間がない、急ごう。そうだね。あ、じゃあこれで。でもまだ戦うよね、そのジジイと。多分。さて、いるかい。二人とも。マルコス、ガルシア。お、ガルシア初めて会える。ん、またいるぞ。お、いる。お、ジジイ、ここまで来れたことは評価しよう。ただお前たちの判断は誤りだ。あ、よかった、お兄さんとか幼稚ではないね。それがここでわかるだろう。なんだ。ん、やめて、撃たないで。え、え、あいつがジジイで間違いないか。うん。あ、あ、え、やっぱりそういうオチか。おい、ナイル、どうしたんだ。やっぱそういうこと？驚くのも仕方ないだろうな。だから誤りだと言ったんだ。うん。どういうことだ。どうだ、どうだ。やっぱり本当にさ、もうさ、なんていうのかな。映画とかのね、映画いっぱい見たりさ、ゲームいっぱいやったりするとさ、どうしてもこう、なんかそういう風に読んでしまうのよね。兄さん、あー、当たっちゃった、嫌だったな、当たったら嫌だったなって変か。当たったら嫌だなって思ったんだけど。そうか、なんだって。うん、兄さん、どうして。そうだね、私はこの通り生きている。両親を殺し、自分も死んだことにして、家の莫大な財産を手に入れたんだ。うん、なんか良くないって言ってたもんね。嘘でしょ。うん、偽りなど一つもない。むしろ事実とされている事件こそが偽りなのだ。そっか、どういうことだ。うん、私たちの家は自動車の製造を主とした、主とした、主とした、工場経営を行っていた。うん、しかしそれだけであれほどの財産が手に入るはずもないだろう。なるほど。まっとうな経営体制の裏では武器や兵器といった軍需産業に手を出し、巨万の富を得ていたのだ。なるほど。私はそこをいただいた、それだけのことだ。うーん、そうか。表向き死んだことにしておけば、政治や経済のあらゆる責任を無視できる。裏の世界で生きるには実に便利な立場だ。なるほどね。そんな、うん、そんな簡単に自分が死んだことになんてできるはずがないだろう。うん、日本の価値観で言えばそうかもしれないな。だが向こうの捜査技術はまだ発展途上だ。抜け穴を探すことなどたやすいことだ。うん、え、マルコスはさっきでも顔を見たんだよね。見たけど、まあ言うなって言われてたのかな。
それに私には金がある、この状況で不可能なことなどない、そっか、いろんな、なんかそうお金を払うことで口止めしたりとかいうのがあったのかな。バカな、うん、両親とは財産をめぐってトラブルが絶えなかった、だから消えてもらった。そっか、やっぱりそういうことか。うん、ただ妹や友人のマルコスは、ああ孤独だった私を支えてくれた、うん、なるほどね、感謝している、うん、だから関わらなければ見逃すと、殺したくはないと、うん、そうだ、悪人でも親しい人間に対する気持ちは忘れないということか。そうだね。だが当の友人や妹はそれで喜んでいると思うか。うん、だから首を突っ込むなと言った。素性が割れれば親しい人間であろうと始末するしかなくなる。それが本当にできるのか、始末。うん、始末とかいう言葉使ってる時点で間違ってんだよ。そうだね、本当に大切な人なら始末するなんて口が裂けても言わない。うん、間違いない。彼女も今ので目が覚めたんじゃないか。そうだね、どうだい。うん、辛いよね。あなたは兄さんじゃない、兄さんはこんな人じゃない。お、いいね、兄さんは死んだ、私の兄さんはあの事件の日に死んだの。うん、そうだね、たとえ生きていたとしてもね、彼女の大好きだったお兄さんはもう死んだんだね。あなたは私の家族を殺した殺人犯、絶対に逃がさない。うん、残念だ、気持ちすら理解してもらえないとは。間違った気持ちを押し付けたところでそんなもの理解はできないだろう。うん、そうだね、もういい、殺す。お、戦うのか。あなたは許さない、絶対に。お、お前には愛想が尽きた、高校で死ね、やだー。てかガルシア全然顔映んなくないあ、ジージーうわ、なんか銃持ってる、やだ、強いかな、いやよー、痛いわー。あ、いなくなっちゃった、マルコス、痛い。これはちょっと強そうだね、これはちょっと強そうよ、痛いです。よいしょ、しかもショットガンか。あ、まあまあまあ、でも大丈夫かな、大丈夫かな。ね、ナイルさんやめてよ、撃たれないでよ、気をつけて。 OK、 倒しました。いや結構強かったわ、っていうかね、無限ショットガンだからきつかった無限に銃を撃ってきた。で、こんなことか。うん、諦めさん、諦めなんて言った今このめちゃめちゃ大事なところで噛んじゃった。諦めなさい、もうこれで終わり。お前だけは、お前だけには幸せになってもらいたいと本当に思っていたんだ。今も思って、思っていたじゃなくて今も思って本当にそう思っているのなら残りの人生で自分のしたことを償って。そうだね、家族としての最後のお願い。うん、響いたかな心に。なぜ両親を殺してまで富を得ようとした。そうしなくても長男として後を継ぐことはできただろう。うん、あいつらは先代の残した財産を食い潰すだけの無能な経営者だった。素直に時を待っていては私の代などを訪れない。なるほどね、何度も交渉した、経営を専門に勉強してきた私に早く席を譲れと。うん、しかしあいつらは無能であるがゆえに私の才能に気づくことすらできなかった。うん、それだけではなく私に対して不信感を抱き別の後継を探し始めたのだ。まあでも結局殺してしまったのならそれは合ってるってことになるけどね。あいつら私たち兄弟に財産を残すつもりなど微塵もなかったのだよ。うん、確かに父さんも母さんもお金のこと以外には興味がなかった。うん、でも兄さんの判断は間違っている、人を殺す権利なんか誰も持ってない。そうだね、ふっ、お前は立派な人間になったな、安心したよ。うん、まあでもこういうことがあったから警察官に、まあでもそうか、警察官になってもならなくてもナイールさんは立派な人だね、きっとね。谷村さん、あ、分かってる。うん、あ、そうか、逮捕するんだもんね。うん、生活安全課の谷村だ、至急ミレニアムタワー屋上まで来てくれと。お、来たね。あ、やっと顔を見れた、ガルシアさん。谷村さん、いろいろとありがとう、本当に助かったよ。うん、よかった、犯人がお兄さんだったなんて。うん、私もショックですまさか当たっちゃうとは思わず、はい、ショックだろうなと。それはショックだけど生きててくれたのは正直少し嬉しかった。ああ、そっか、そうだよね、そうか。うん、さてと、犯人は捕まえたけどこれからも大変そうだな。うん、これから GG の取り調べはまず日本で行われるでしょ、ここからは引き渡し交渉を進めないと。そっか、ああ、なるほど、
ここからが実は一番面倒なところだな。うん、ちょっと私はあんまりそういう手続きのことはわからないけど、そうなんだね。あ、谷村さん、完全に人ごとになってる。もうね、もう俺は関係ないと。そういう面倒な部分は俺はパス朗報を祈ってるよ。はい、そうなんですね。もうなんてね。うん、谷村さんにはこれ以上ないくらい手を貸してもらったから、あとは私たちで何とかする。うん、そっか。なんかお礼をしないとね。いいよ、別に何もいらないよ。礼なんていらないよ。俺は仕事をしただけだし。うん、そうそう、それにいろいろと技も教えてもらったしね。今回もいいインスピレーションを得たから、それで満足だよ。お、ああ、ひなわ富士。あ、ありがたいよね。え、ひなわ富士ってことはあれか、もしかしてラスボスひなわ富士使うのかそういうわけではないのかな。あ、ありがたい。まあまあそう言わずに。うん、国に帰ったら谷村さん宛に、あ、新鮮な果物たくさん送るよ。欲しい、食べる。あ、そういうのならありがたありがたくいただくよ。楽しみにしておく。うん、あれだよ、あのメイファちゃんとかも喜ぶんじゃない。ナイル、こっち来て書類書くの手伝ってくれ。うん、はい、よかった、2人とも無事で。はい、今行く。それじゃ谷村さん、本当にありがとう。うん、これで終わりだね。あ、こちらこそ。じゃあね、またね。うん、いや、よかった、ナイルさんめっちゃ可愛いしめっちゃ強かった。面白かったね、この。まあこれはサブストーリーというか師匠というか。お、ナイルの修行達成。あー、そうそう、なんか冴島さんの時もそうだったけど、冴島さんの時はあれかな、あのなんだっけ、仙人かな、仙人のね、なんかあの穴掘りみたいななんだっけ、あれを全部終わらせたら、そうそう、このナオミの館でなんかもらえるみたいなあったんですよね。ちょっと見に行ってみようか。おー、これで終わりだね。いや、面白かったわ。さあ、ブロッコリーボブ、何をくれる。あー、これか、これか。ちょっと待って、なくしたらまたくれてやる。あ、そうなんだ。これ、ん？これももらえるのか。これももらえそうだね。あ、あ、すごい。あ、回復いっぱいもらった。え、チタンドライバー。はい、ドライバー。お、あー、アイテムパックをくれてやるのは一度だけだ。噛んじゃった。あ、これってでも一番上のは冴島さんでもらったのかな。あー、一度だけ。あー、一個もらったらもうもらえないってこと。あー、なるほど。あ、まあいいや、でももらえてありがたいね。オッケーオッケー。うん、遠慮しなくてもいいんだぜ。いいな、ボブ。あ、ありがたい、ありがたい。嬉しい。アイテムいっぱいもらっちゃった。うん、オッケー。そしたら、ここって絡まれたりしないかな？大丈夫かな？ね、オッケー。うん、じゃあ今日はこの辺で終わりにしましょうかね。じゃあこれでナイルさんの話も全部クリアしましたね。いや、面白かったですね。うん、いや、ザコと戦ってる時、ナイルさんがめちゃめちゃ戦ってくれるっていうのがねすごいびっくりしましたね。お話もすごい面白かったし、技もいっぱい教えてもらってよかったですね、クリアして。はい、というわけで、じゃあそろそろ次回は行きましょうか。ふとね、いや、多分もう終わりなんじゃないかなと思ってるんですよ。はい、というわけで、じゃあ、次回はふとに行きたいと思います。というわけで、この辺で終わりにしましょう。じゃあ最後にね、いつもコメントやグッドボタンありがとうございます。大変励みになっております。もしよかったらぜひ今日もポチッとグッドボタン、それから動画の感想をね、コメントに書いていってくださると嬉しいです。あと TwitterX やっております。ぜひお気軽にフォローしてください。というわけで、また別の動画でお会いしましょう。じゃあ、バイバーイ。